はい、第190回、始めたいと思います。今日は2022年の9月7日、すっかり暗くなってきました。はい、ちょっとね、一瞬寝たんで元気になりましたけど、今回はですね、特殊詐欺、について、警察官になりすまして高齢者から多額の現金を騙し取ったとして、大阪府警は6月下旬、詐欺容疑で中国籍の男2人を逮捕したと。2人は詐欺グループの一員で、騙し取った金を回収して保管する金庫役。府警はこれまでグループのメンバー、10人超を逮捕したが、被害者と直接やり取りする実行役を担っていたのはいずれも日本人だったと。使われるリスクの高い末端は日本人から調達し、上位者は中国人がついて、国外から詐欺を主導すると。こうした詐欺グループが複数、暗躍している、可能性が高いということで、中国の拠点から指揮しており、実態の解明が困難になっているということですね。どうも、特殊詐欺、オレオレ詐欺、ですね、この、なんていうのかな、死亡、一番のボス、ラスボスは中国人が多いんじゃないかということです。まあ、このケースだけじゃなくて、使われるのは日本人ばっかりなんだけども、本当に上の方、大元、牛耳ってるのは、どうも中国人が、中国大陸、方から指揮して、やってるんじゃないかっていうことですね。いや、困ったもんですよ。これなかなか捕まえられ、全体の解明っていうのは難しいみたいですね。まあ、これだけね、被害、もう何年も続いてますから、なかなかね、首謀者っていうかね、一番上の方の人間っていうのが、まあ、大阪府警だけじゃなくて、日本全国の組織で、警察組織がね、一丸となって、撲滅に向けて動いているんでしょうけども、できないのにはそれなりに理由があってというかですね、で吸い上げられる、日本の高齢者から吸い上げたお金が、どうも中国の方にかなりの部分渡ってるんじゃないかということが書いてあります。で、末端の受け子とかね、は日本人が捕まってということで、いや、困ったもんですよ、本当に。これね、私が高齢者になった時も引っかからないっていうね、自信あるかって言われると分かんないですからね、ひと事じゃないですし、手口も巧妙化してね、本当にあっちの方、まあ、これ、別にこのオレオレ詐欺っていうの、特殊詐欺っていうの、日本だけではびこってるわけじゃなくて、まあ、中国、本国でも、たくさんあるし、あと、まあ、ヨーロッパの方でもね、かなり被害の額っていうのは出てるみたいなんですけど、本当にこういうね、詐欺、もしくは詐欺まがいっていうのが横行してますよね。もうその代表格がこれですよ、人を騙して、特殊詐欺、高齢者を騙して、これまでね、何十年かけて、貯めてきたお金が、こういう詐欺行為で失われてしまうという、本当に、泣けてくるっていうかね、被害に遭ったら本当にね、死ぬに死ねない、泣くに泣けないですよね。っていうのが、日本人ならともかくて、日本人がね、首謀者でもこれ、全然、だから、日本ならいいってわけでもないんですけどね。元締めが中国にいるとなると、もう、なんていうかね、余計にね、同じ犯罪でも腹立つっていうかね、人の国に来て何やってんだ状態ですよね、本当に。金だけ吸い上げて。どうにかならんもんかね。で、中国当局との捜査、合同捜査なんかできないですから、中国の場合は。本当にね。全くね、なんていうのかな、同じ立場じゃないっていうかね、日本と中国の場合、法律も違うし、仕組みも違うし、もうアンフェアの立場なんで、困ったもんですよ。だからもう、
やっぱりね、国際化とかグローバル化とかいうのもいいですけど、いいことばっかりじゃないんでね、大陸と付き合うっていうのは。台湾のこともありますけども、台湾有事のこともあるんで、本当にね、ほどほどに距離感保っていかないと。はい、ということです。もう長く喋れない、190回。うん、まあこれ以上何も出てこないよ、うん、何も出ないよ、うん、なかなかのね、記事は書いてあるけど、こまごまと、どうも、うん、どうにもならないみたいですよ、難しいみたいですよ。根こそぎね、特殊詐欺の組織を摘発するっていうのは難しいみたいですね。はい、ということで第190回、天気も悪いし私の調子も悪いんで、まあ喋りはいつもこんなもんでしょう。うん、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。またお願いします。